スタンド能力を発動させる矢はかつて俺がエジプトで発掘した。見た瞬間分かった、この矢には何か得体の知れないパワーがあると。両手とも右手の円矢という老婆が矢の使い方を教える代わりに何本か売ってほしいと言ってきた。一本あれば十分だと考えた俺は残り五本を高額で売りさばいた。そういえばあの老婆、奇妙なことを言っていた。矢は人を選び、選んだものを磁力のように引きつける。ディオとの戦いの後、90年代になって俺とかつての仲間空城丈太郎はスタンド能力を引き出す矢の追跡調査を行っていた。矢を盗掘した青年の話を聞いた俺たちは効率を考え、別れて行方を追った。丈太郎はアメリカとアジア、俺はヨーロッパとアフリカを、そして麻薬絡みの犯罪の統計が急激に伸びている地域に矢があることを俺は突き止めた。少年少女の麻薬犯罪と死者が20倍以上に跳ね上がった異様な地域を調べ上げ、ついに核心まで近づいた。しかし俺の組織は数年で完璧なものになっていった。忠実に忠誠を誓う部下、社会のあらゆる場所に潜む構成員たち、俺の正体を探ろうとしている者がいることは早々に把握していた。最後は自ら始末する、一番確実な手だ。これは決めていた。俺は二つミスを犯してしまう。ミスの一つ目は、その犯罪組織が完成されたものになっていたこと。通信、行政、マスコミ、社会全てが俺を孤立させた。そして二つ目、最大の過ちはシルバーチャリオット。死にゆくお前には教えてやろう。矢を発掘した男の能力が想像をはるかに邪悪に超えていることだった。キングクリムゾンを見た者はすでにその時、この能力は時をもうこの世にはいない。